甲府金盤は江戸幕府の役職。江戸時代中期に設置され、幕府直轄領化された海国に常在し、甲府城の守衛や白米の管理、武具の整備や甲府町方支配を担った。役職化される以前の甲府城盤についても本校で述べる。海の国は武田氏滅亡後に徳川氏、豊臣系大名が領し甲府城が新たに築かれ、 甲府を中心とする支配が行われていた。江戸時代初期には、国中三軍を治める甲府藩、東部の軍内地方を治める谷村藩が設置されたが、甲府藩は、慶長十二年、徳川義直が、尾張清洲に転封されると一旦廃藩となり、慶長十二年から元那二年まで常磐制が敷かれた。常磐は、山高孫ご近吉、青木与兵信康、日ッの又兵衛門校、 織井二左衛門次吉、柳沢三左衛門、帯彦左衛門重近、ババミインブ、信成、米倉丹後信次、山寺二左衛門新行、曲渕地区後吉木よ、後部十郎左衛門種信、知見寺越前森これの十二人で、二人ずつ十日交代で、常磐の任に当たった。塚根宗である帯と後部の他は、向川宗であったことから、向川十二期と呼ばれた。 徳川忠だが,が藩主となり、最初の常磐性は解消された。法永元年に谷村藩が廃止された柳沢藩主家時代には、海一苑は甲府藩支配となっていた。甲州街道を通じて、江戸と結ばれる海の国は政治的用地と位置づけられていたが、教法年間に将軍、徳川義宗の主導した教法の改革においては、 幕府直轄量拡大政策が行われた。共謀9年3月に柳沢義里が山和国に転謀されて、甲府藩は廃藩となり、海一苑は幕府直轄量化され、甲府町方は町奉行から金番支配へ、在方は四分大官支配へと移行した。徳川美希、甲府金番日記によれば、甲府城の受け渡しが完了すると、同年7月4日には、 有馬まじ沖津忠良が赴任し、8月には、老中、水野忠だから、含む内容、お交付金番のことが達せられた。交付金番支配は、老中支配した。定員2名で、役高は3000国。交付場なよ手と山手に配置され、配下に金番市200名、よりき20人、同心50人をつけられ、交付場の仕事府中政務や、 訴訟の処理を務めた。幕府商府新組から多く任命されており、平均着任年齢は50代。金板を機に、養殖から退くケースも多く、幕臣の素行不良の懲戒や仕事場を失った、余剰幕臣の受け皿であり、金板任命は、山流しと言われ、旗本、御家人にとっては、海域一歩寸前の左遷にも等しい職務であるとも、評される。 甲府学問所を設立した滝があり、ようや、甲斐の国史を編纂した松平定吉らがいる。七百七十八年から老中、松平定信が主導した完成の改革においては、不良爆心対策として甲府勝手小不信が併設される。その後、甲斐の国内全域に波及した一期、太増騒動、天保騒動が生じると金盤の中からも処分者が、 出たため、次第に開国は南地の国とされ、交付金板は敬遠されるようになった。慶応2年8月5日には、交付金板支配の上位に、交付城代が設置され、同年12月15日には、交付町奉行が再び設置され、交付金板の機能は、城代、小府新組、町奉行に分割された。交付金板の構成は、役宅の所在する、追って、 山の手の二組で、各組の長として、交府金盤支配が置かれ、配下に金盤氏百名、よりき同心などが配置された。職政上は、老中配下で、縁国奉行の筆頭として、江戸城不要の爪で、駿府城代と並ぶ地位。治療港三千国、薬寮千国、小普審組支配から多く任命された。交府金盤支配の就任者は、 共放九年以降に七十五人で、追手組交付金版支配は、計三十八人、山の手組交付金版支配は三十七人が、就任した。過録は、大半が三千国以上の高録旗元で、前職は、当初の有馬、おきつりょが小不信組支配であった観光から、小不信組支配が多い。1国代の者が動揺されることはわずか三例のみがあり、 異例のことで、1650国の曲り縁傾向や1400国の武部博光が就任した背景には、両者が公衆系の旗本であった可能性が考えられている。金湾氏は、国高500国から200票取りまでで5人ずつの組に編成され、小不審組から多く任命された。任務は、甲府城の主営、城前の管理、武具の整備、町方支配で、 甲府勤番日記によれば、最も重要な任務である、甲府城の守衛は、各門を昼夜交代で警備し、弓、鉄砲などの武器は、武具武業が管理した。甲府勤番は成立当初から、武大臣の警府を引く公衆警爆臣の任命が、多く、山手支配二代目、宮崎重久や追手支配初代、大吉忠史料、追手二代、伊丹勝久らは、 公衆系の旗元であったことが指摘される。金板氏も徳川忠長や徳川綱重、綱豊に付属していた公衆系家臣が多く登用されており、貝の当地には武田氏時代の伝統が尊重されていたことが指摘されている。甲府城は内城区域を内堀で甲府金板や金板氏の居住する武家地を二の堀で威嚇し、三の堀閣内には 町人地が分布していた。閣内の北側山手工事には山手役宅、南側追手門前には追手役宅が所在し、追手役宅は現在の甲府市役所敷地内に否定されている。また、閣内には年貢米を集積する米蔵や、お花畑、薬園、馬場、追手門前には学問所である、起点館などの諸施設が所在している。 甲府金盤は、現六年間に増加し、幕府財政を圧迫していた旗本、御家人対策として開始されているが、旗本日記などには、不良旗本を懲罰的に左遷したとする、山流しのイメージがあり、金盤市日記にも金盤市の不良旗本の処罰事件が散見されている。金盤市の後期粛清のため半年に一度は、武芸見聞が実施されており、 完成8年には、金盤支配近藤正明、長見溜めてにより甲府学問所が創設され、今日は3年には、林十歳から、起点館と命名され、昌平坂学問所の文庫となった。また、野田政法、恨み寒話や宮本貞政、海内手ぶりなど海国に関する、実証を記した、金盤誌もおり、金盤支配滝がありようが返還をはじめ公認の、 松平定義が引き継いで完成させた、貝の国史は、貝の国に関する、総合的な知史として知られる。甲府金版については、近世に、紅葉流広く、甲府略史、紅葉記録、恨みさむ話などの知史類において触れられている。戦後には、平沢肝臓、田淵正和らによる、制度史的研究が行われ、甲府市史,史、山梨県史などの自治体史において、 関係資料の修正が行われている。甲府市市では、甲府金版に関する基本的な資料が修正されているほか、山梨県市資料編資料編8金星1では、甲府金版関係文書を収録し、県市9金星2では、甲府町土寄りに関する資料が合わせて収録されており、甲府調整に関する資料を修正している。また、県市8では、 江戸東京博物館所蔵の交付金版紙、別所家文書や内閣文庫所蔵の多門屋ラ文書の内交付金版関係資料を収録しており、交付金版紙の実態に迫る構成となっているほか、田淵正和、交付金版支配就任者編成一覧を収録している。爆心にとっては最悪の交付転勤。プレジデントオンライン。2020年3月27日閲覧。 タブチタブチタブチ、P39 タブチテレビ時代劇でも、旗本の左遷先として描かれることがある。暴れん坊将軍 X 大後は、埋蔵金に踊らされた夫婦、甲府勤めの甘い罠など、ありがとうございます。